ドリーム仙台12レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。第12レース5号艇の渡辺はへこんでいます。他5艇は揃った状態から1周1マークの攻防に向かう。1号艇の今垣、まくっていく3号艇の吉田、刺したのが2号艇の枝尾。1号艇の今垣が逃げています。スタートは前提正常でした。トップ1号艇の今垣幸太郎。